あれね、東京大学の法学部が卒業したんですよ。まあ、それでね入りましてね役所にねまあずっとずっと真面目に真面目に勤務してきましたよ。まあね時の政権ともねまあその時々ね一生懸命いろいろやり合ってきました僕はほら人の話を聞いたり人との付き合いをするっていうのが得意だからね。 ただね、そんな僕でもねやっぱりいろいろたまるんですよこれね僕だってね本当はいろんな思いがあるわけですけどそこをぐーっとこらえて宮遣いっていのはすさまじいものですよねだから東大法学部を出て以来ずっともう宮遣いでねおとなしくおとなしく自分を抑えて勤務してまいりましたでね夕方になってね もうそこが暗くなってくるとねやりたくなるんですよね「マージャンマージャンはいいね」。いや別にねお金をかけるとか言ったって金儲けが目的じゃないんでマージャンは卓を囲みながらね新聞記者諸君とたわいのない世間話をするのが楽しみなんだねこれがね。ね大きな手をあ,あがったりするとね。 もうこの世のものとは思えないような喜びになったりとかねあと私はほら慎重派だからあそろそろテンパってるなって思うとね振り込まないようにべったおいでまあそうするとまたそのうまく切り抜けられた他の人が引っかかっちゃった木の快感っていったらね私は二重の人生を歩んできたんです一方では真面目にね時の権力それぞれの権力に気を使いながら。 これは私のためというよりも私のいる役所の全体のため一生懸命やってきたその中で心がすり減ってたのかもしれませんよね知らないうちにねでもねマージャンやるとねそのすり減った心がよみがえってくるんだよそれからカジノも好きでね俺はねあのー、韓国とか行ってよくカジノやってましたよ、はい、そうするとねやっぱり本来 人間ととしててて持っっいるる喜びのの感情というもがが湧き上がってくるんだねいや仕事を別に楽しんでなかったわけじゃないし仕事はとても意味があるものだと思ってましたし我が国の法的秩序を守るためにね私ができること我が国の発展を図るために私ができることこれをやりたいという思いだけで犬の散歩をしながらね ああ俺はまたこうやって一生懸命やってあと何年かしたらもう一民間人になるけれど残りの日々を一生懸命お国のために尽くすそうっていうそういう思いでねやってきましたただねやっぱり午後6時を過ぎるとね「ああもう今日もばあちゃんやりたいなと」とそのことでもう頭がいっぱいになってね私はお酒はそんなに飲まないんですばあちゃんただやるのが好きだった私の親しい友人とねたまたま人の親しい友人が「 新聞記者だったりすするんですけどそれはでもね私は別にネタは出さないですからね一切捜査のこととかは私は言わないんですただ諸君が何を考えてたかったは人間としては分かりますよ麻雀を囲みながら親しくなってなんかネタくれんじゃないかなとそういう淡い期待はあったんでしょうけどね私としてはただ麻雀を囲みながら今日もこの手が上が上った今日もうまく切り抜けられた。 そうやって人生を歩んできたんです。私の人生どうですかね、皆さん。ただ真面目に役所に勤めて、そして少し麻雀が好きだった、犬を散歩する、そういう男の人生ですよ。